どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、暗殺貴族の9話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、お見合いの提案というところで、ルーグがですね、 お母さんから「まあ、お見合いをしないか?」っていうふ、まあ、うに提案されていたわけなんですが、まあ、それをね「こう今はお見合いをするつもりはない」っていうふうにねかたくなに断っていくっていうところがですねなかなかルーグらしいなぁと思ったところではありますね。まあ、前回のラストではですね、まあ、こうお父さんに「まあ、ディアと結婚したい」 っていう風に考えてていいるんだっていうことはねちゃんと伝えていたりしたわけなんですがまあお母さんにもねそのことを伝えればよかったんじゃないかなっていう風に思うところではありますね。まあ、とはいえお母さんにねこうディアと結婚したいっていう風に打ち明けたらまあ茶化されたりとかね こう過度に祝われたりしそうな感じがしたりするんでなんかそういうこともあって言い出しにくかったりするのかなっていう風には感じたところではありますね、まあ、それとルークがですねお見合いの話をされている時はですねこうタルトがずっと膨れつらなったわけなんですがまあその後のこう孫うんぬんの話でですね こう、お母さんに見事にからかわれてしまっているっていうところはですね、なかなか見ていて面白かったところではありますね。そう。まあ何にせよね、こう、まあ、ルーグにはお見合いをするつもりはないっていうところはね、よく伝わってくるところでした。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、お見合いの提案というところ、終わっておきます。 でですね次2つ目の感想に入っていくんですが「現地調査を」というところでルーグとタルトの2人がですねムルテオに次ぐ商業都市であるピサールでですね現地調査をしていたわけなんですがまあ漁師がばらまいている麻薬ですねこれが思っていた以上に町の人々を苦しめていたりするっていうところがですね びっくりしたところではありますねまた少女から渡されたジャムをですねルーグが少しだけ舐めていたわけなんですが、まあ、あのジャムの中にですねこう麻薬を少しでもねこう混ぜてあったりするのかなっていうところでまあなかなかねああいうふうに麻薬をねこう食べ物に混ぜてこう加工をしていたりするっていうのは悪質だな という,ふうに思ったところではありますねそれとジャムを渡していた少女のお母さんがですね麻薬を求めている、まあ、こう中毒症状ですねこれが出ていたわけなんですがこれに関してはね見ていてちょっと辛いところではありましたね。とはいえそんな少女のお母さんをですねルーグが 肉体的には麻薬を必要としない体にしたっていう風に言っていたわけなんですが、まあ、その後に精神的な依存は別だっていう風に言っていたりするわけなんですが、なんかね、そういうところが少し不安なところではありましたね。まあ、そういうところで二つ目の感想である現地調査をというところ終わっておきます。 でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、暗殺したもののというところで、ルーグがですね、白爵夫人に商人であるイルグ・バロールとして近づいていたわけなんですが、マーハもね、その時には同行しているっていうところがですね、少し意外な感じではありましたね。あとはいえ、化粧品を売っていたりする っていうところからですね。まあこう対象の貴族の夫人から近づいていくことがやりやすいっていうところはですね。なかなか納得のいく感じではありましたね。そう。確かにね、化粧品ブランドだと、まあ奥方の方から近寄りやすいですもんね。また、伯爵はですね、夜にワイン片手に外へ出てきたっていうところをですね。 狙撃したわけなんですが、まあ、ルーグがですね、まあ、白爵夫人がこう涙を流しているっていうのを見てね心を動かされているっていうところで、まあ、こう同じ暗殺の仕事をしているんだけど、まあ、今と前世ではですねはっきり、まあ、こう違っているんだなっていうふうに思わされたところではありますね、まあ、でも白爵夫人もですね まさか自分がイルグに話した伯爵の日課がですね、夫の暗殺に利用されてるなんて思いもしなかっただろうなーっていうふうに感じたところではありますね。まあでもなかなかね、伯爵夫人からすればいきなり夫が死んだら辛いですよね。まあそういうところで三つ目の感想である、暗殺したもののというところ、 終わっておきますすでですね次最後にというパートに入っていくんですが今回はですね龍河が正式に暗殺の依頼をこなしていたわけなんですが、まあ、国のことを考えれば暗殺は正しかったんだけどこうあの伯爵夫婦のことを思えば暗殺はしない方がよかったっていう風に思ってしまうところではありましたね。 また暗殺の仕事ではですね、ルークが気づいてきた情報網が早速活かされていたわけなんですが、マーハもですね、いろいろと活躍していたりするっていうところが感じられて良かったですね。とはいえ、マーハがですね、こう自分が絶対に捨てられない状況を作ってからルーグと交渉するっていうふうにも言っていたわけなんですが、それもね、こういつになるのか、 楽しみなところではありますね。とりあえず次回の話ではですね、勇者の暗殺に向けての準備が本格的に始まっていくのか楽しみにしていようと思いますというところで、今回の世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するの9話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から 8話の感想はそれぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、プラオレの第10話の感想と、逆ならマグカップもの2期の10話の感想ですね。この2本更新してますんで、 よかったら、こっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、えー、明日はですね、コミさんはコミショウですの第10話の感想と、真の仲間の第10話の感想、そしてですね、白い砂のアクアトープの23話の感想と、スカーレットネクサスの24話の感想ですね。この4本、1、2、3、4と更新しますんで、 明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。